はい、どうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。ということでですね、まあ、今回は、まあ、こちらにですね、いる方と一緒にちょっと対談をさせていただこうと思ってるんですが、まあ、皆さん正直まだご存知じゃない方が、まあ、多いんじゃないかなと思います。もしかしたら今後ね、めちゃくちゃこう有名になる可能性も秘めているということで、はい、こちら森谷さんでございます。皆様簡単に自己紹介だけ最初。高校1年生16歳の森谷です。16ですよ皆さん。16になったら高1になったばかりだよね。はい、まあなったばかりです。でもう今年の2月とか1月とかまでは中学3年生。はい、まあ、じゃあなんでちょっと今回ですね、ハトクマチャンネルでその森谷さんと、まあ、こういう形でお話しさせていただくかと言いますと、とある DM をちょっといただきまして、 IFBB プロですね、まあ、これになりたいと、いうことで、まあ、DM が来たんですよ。で、まあ、ハトクマちょっと今後ですね、やっぱもともと世界の、まあ、アマチュアとかもっとこうプロになってなくてやばい選手とか見るのが、まあ、個人的にも好きですし、そういうのを、まあ、こういうチャンネルを通じて、ご紹介させていただければなと思ってた、ちょうどそのタイミングで実はいただいたんですよ。で、今後こういう動画やりたいなと思ってるところで、ちょっとDM もらったので、まあ、今回一発目っていう感じじゃないんですけど、ちょっと森谷さんとですね、実際に今対談させていただきながら、なんで IFBB プロになりたいのかとか、まあ、今後どういうふうに、まあ、将来的になっていきたいと思っているのかみたいなところを、ちょっと掘り下げながらですね、いろいろご質問させていただければと思います。お願いします。まあ、まず最初なんですけど、そもそもなんでこの筋トレ、これにちょっとハマるというか、やっていこうみたいな風に思ったんですか？いや、家に父親が昔使ってたパワーベルトが置いてありまして、はいはいはい、それをちょっと使ってみたくて。なるほど。それでまあ兄がジムに行ってたので、はい、行ってみて使ったところ、まあ、ハマったと。それは何歳ぐらいの時の話？それは中学1年の終わりぐらいです。あ、じゃあちょっと2年ぐらい前から、はい、まあ、その、まあ、ご家族が持ってたものがきっかけで興味を持ってトレーニングをされて、はい、皆さんちょっとこれ、まあ、ちょっと分かるか分かんないですけど、画面越しに結構ね、でかいんですよ。この肩幅もありますし、こう横もね、16歳とは思えないなんか厚みと貫禄があるんですよね。で、この辺とかは今その筋トレ以外になんかスポーツとかでもそういうの培われてきたみたいな、そういうのってあるんですか？あ、ありますね、もちろん。それは何を今やられてるんですか、スポーツは？今はアメフトをやってます。アメフト。どうしてその IFBB プロっていう、まあ、もの、まあ、そもそもこれはどうやって、まあ、知ったんですか、存在を？まあ、やっぱ SNS ですね。 SNS も最近ですね。はい。ちなみにじゃあその今 IFBB プロっていろんな、まあ、日本人でまず行きたいと思うんですけど、はい、まあ、誰が一番好きとか？エドワード加藤さんです。あー、リフト着てられますからね。まあ、これはスポンサーを狙ってるのかもしれないと。なるほど。私は無印のね、これ GU でか、プロになられてからエドワード加藤さんはもう知られたんですか？もうアマチュアの時から知ってます。あ、アマチュア。じゃあ、まあ将来的にはじゃあそういう選手にエドワード加藤さんみたいになりたいと、はい、じゃあなんで今度その IFBB プロに、まあ、自分がなりたいみたいな気持ちに、それが変わったのか。気持ちとしてはもうジムに行ってる人のトレーナーさんが、まあ、自分の骨格を見て、はい、もう、まあ、選手やってみればっていうので、その影響で、やっぱあとは、まあ、兄が理学療法士目指してるんですけど、はい、まあ、そういうサポートも熱いので。プロになってるエドワード加藤さん、まあ、その存在に憧れもあり、まあ、ジムのトレーナーさんからこういいよみたいな、はい、競技向いてるよその体ってあるのと、まあサポートもありというところで、まあプロを目指したいと。ちょっとまあ砕けた話挟もうかなって思うんですけど、恋愛の方とか、なんか好きなタイプとか、まあ、じゃあその今後、まあ、大会とかってまだ隅田出られたことはないですよね、はい、もうそのなんか出ようと思ってる時期とか、そういったあと団体とかですね、この辺って何かもう決められてたりはされるんですか？FWJ に出たいって気持ちと、うん、出る時期的には大学生で出たいなと、うんうん、なるほど。まあ、団体はそうですよね。 IFBB プロになりたいって言ってんだから、それは FWJ だろって話かもしれないんですけど、まあ、じゃあ大学生になったらっていうところで言うと、あと、まあ、3年ぐらいに、大会に出ると。じゃあ、まあそのまま IFBB プロになるためには、まあ、クオリファイがありますと。それは日本でも今開催されてると思うんですけど、そのプロクオリファイとかにももう
その大会出始める時点とかで出ようとかっていう考えはあるんですか？いや、まだそこまでは。自分の順位を、はい、どれくらいまでできるかって。いやでもすごいですよね、この年齢で。まずまあ今 IFBB プロっていうのが結構こう世間に知られるようになってきたからっていうのもあると思うんですけど、やっぱ鳩熊が高校生の時って、まあ、そもそも IFBB プロなんてものがあるって知らなかった。やっぱ今こういう時代でね、こんな方々が出てきていると、日本にもまあこう若いうちからプロを目指そうというね、あの存在がこうワンサが出てくるんじゃないかと。まあ、プロになった、例えばですけど IFBB プロに守屋さんがなられまして、プロの大会にも出れるようになる、なんか最終目標みたいなところって。やっぱ最終的にはオリンピアに、はい、行ければなとは。ちなみにじゃあオリンピアで戦いたい選手とか。ジェレミーに戻ってきたら、守屋さんがプロになられて戦う時までジェレミーいなきゃダメですね。あのね、4年5年ぐらいちょっとジェレミーには頑張っていただいて。で、海外のじゃあまあプロで、そういう意味ではじゃあジェレミーが一番好きなんですか。はい、で170、今身長いくつでしたっけ。175センチぐらいです。5センチぐらいですよね。で、まあこっからもう伸びる可能性も考えると、多分クラス的には FWJ でいうとプラス175センチ、ここ最近の大会でいうと、元気さんとかがあの出場されてたりもされましたけれども、まあ、そこに入られて戦っていくと。で、ちょっと、まあ、体をね、あのここでちょっとあの脱いでいただいて見るなんてそんなことはできないので、ご自身の、まあ、なんか強みみたいのって。背中と肩ですね。背中と肩、これメンズフィジークで大事なとこですよね。はい、やっぱでもそこもエドワード加藤さんが好きで、やっぱり肩とか、まあ、やられてたりするんですか。ありますね。なるほど。まあ、肩と背中。じゃあ、あとはまあ、でも全身多分、まあ、アメフトもやられててトレーニングいろんなところされてると思うんですけど、今ってトレーニングってどんな感じでやられてるんですか？分割法で、はい。週に6日ほど、はい。それは筋トレで週6日ですか？それとも、あの、部活とかそういうチームの練習も含みで？いや、筋トレだけです。筋トレだけで週6。1日どれぐらい運動されてるんですか？6時間。6時間、まあ、行かないか、まあ、行くか行かないか。なんかすごく今若さを感じました。まあ、いっぱい食べれる時期でもね、あると思いますし、まあ、じゃあトレーニングはそれぐらい週6日分割でやっていると、まあ、細かくやられてるということで、まあ、じゃあその食事、タンパク質はお米で、胸肉を大量に、まあ、多い時は米は1キロぐらい食べますかね。森田さんね、学校ではどんな感じなんですか？キャラクターとか。元気な方ですね。まあ、最後、まあ、ちょっと2つですね。やっぱその IFBB プロを目指されるっていうところで、今ほとんどの方がコーチ、はい、疲れてると思います。ジンさんで言えば最近ミロシコーチ、まあ、エドワード加藤さんも、そうですね。まだまだ発表されてなくてもコーチ疲れてるっていう人が大体だと。プレスさん、将来的にコーチつけようとか、コーチつけるならこの人がいいなとか。つけるのであれば、やっぱ今エドワードさん、加藤さんも座ってミロシコーチとか、海外のコーチがいいとは、まあ思いますね。ちなみにそれなんで海外のコーチがいいって。やっぱミロスコーチだと、まあ、ジャイアントセットは、はい、メインとか、もうそういうきついトレーニングが、はいはいはい、やっぱ好きなんで。まあ、そうですよね。きついトレーニングもそうですし、あとやっぱり海外のコーチ、有名な方々って大体オリンピアンを育てたりとか、ね、まあ、オリンピア優勝者をね育てているコーチもいるので、あのそこ知ってる人にこう習うっていうのもやっぱ大事ですよね。オリンピア出るっていう目標のところ叶えるという意味では、はい。まあ、今後じゃあ、まあ IFBB プロを目指される一種覚悟みたいなのもやっぱプロの生活とか、まあどの競技でもそうだと思うんですよね。まあ、その覚悟はもう持たれてると。持ってますね。強い言葉いただきました。はい、ということで、まあ今回はですね、現役高校生フィジーク選手とも呼んでしまってもいいかもしれません。まあ、あの近々ねデビューされるこちら守屋さんという方とですね、今回は対談をさせていただきました。 IFBB プロになりたいというね、まあこの年齢からまあ、その強い意志を持って励まれてるということで、インスタグラムとかもねやられていて、まあ、そこでなんか情報発信とかもされてるんですかね。はい、はい、っていうことみたいなので、ぜひですね、あの概要欄にそちら、貼っておきますので、皆様もチェックいただければと思います。またですね、告知じゃないんですけど、まあ、ちょっと今後 IFBB プロなりたいとか目指してますとか、まあ、そういった、まあ、年齢問わないんですけれども、いろんな方々ですねいましたら、あとはもしお知り合いの方でね、いましたら、あの、ハトクマにちょっと DM いただけますと、ぜひそういった方々も今後ね、このチャンネルでご紹介できればと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、本日は本当にありがとうございます。遠いところ、すいません。すいません。ありがとうございます。
ということで、今日の動画はここで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。よければ、ハトクマチャンネルの登録よろしくお願いいたします。また皆様の感想等ございましたら、ガイドライン設けてはおりますが、ぜひコメント書いていただければと思います。コメント大丈夫ですか？全然大丈夫です。大丈夫ですか？ちょっと、意外とハトクマのチャンネルのコメント、視聴者の方ということでもあるので、知ってるかもしれないんですけど、すいません、皆さんいい方なんですけどね。はい。皆さん、ぜひ、お願いいたします、コメント。そして、最後ですね、この動画が少しでも良かった、ためになったと思っていただきましたら、高評価のクリックも何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で皆様お会いいたしましょう。それでは、バイチャイ。